夜道には思わぬ危険が潜んでいる。トヨタの次世代のスローブレーキは夜間でも歩行者を検知できるようになりました。まずは新しいベルファイアアルファードから。さあ、2018年のブレイクタイムは一緒に踊っちゃってください。カンフーバットを持っている方はチアドラゴンズと一緒にどうぞ。ダンシングクイーン。ありがとうございました。2018年のブレイク